こら金継ぐ、わしに会ったら会釈ぐらいせんか。これはしたり。戦場ではお前の逃げる後ろ姿しか見ておらぬゆえ、お前だと気づかなかったぞ。うまいことを言うたつもりか、バカめ。我らは味方同士、後ろ姿しか見ておらぬということは、貴様は常にわしに遅れを取っているということじゃ。これは一本取られたぞ、政宗。おい、竜はいつ飛び立つんだ。闇雲に動けば全てが無駄になる。今は至福の時よ。見かけによらず慎重な子って。俺、お前の作る天下を見る前に行っちまうかもな。ならば天より見ておれ。わしの手によって新たに生まれ変わる日の本をな。政宗は相当な美食家と聞いておる。今までで一番うまかったもんはなんじゃ。世に地層は数多くあれど、やはり旬のもの。主人自ら旬のものを調理してもてなせば、それが日の本一の地層となろう。そうか、洒落者の政宗らしい意見じゃの。ちなみにわしは麦飯じゃ。貧乏しとった時代、くったくたに疲れた後に食った麦飯の味が今も忘れられんでの。なんだか嫌な予感がするわ。政宗殿、見つけたぞ。さ、共に世界の蹴鞠達人に会いに行くの。やはり宗師、何を笑っている。義元を止めんか。止めないさ。法雄政宗と共に世界に旅立つ。義元公の夢が今実現しつつあるのだから。